ウルトラセブン第45話、電番が来た。アンヌの未公開セクシーシーン。実相寺明を怒られた。どうも、ミエティです。アンド、ウルトラ親父です。ねえねえ、ウルトラ親父さん、実相寺アングルに代表される独特の実相寺作品の世界観、秘密のアダルトな演出があったのはご存知ですか？子供番組でそんな演出できたのですかな。喪服を着た女や SM を思わせる演出、大人にしか気がつけない実相寺のいたずら的な演出が隠されていたのです。そして円盤が来たにもカットになったアンヌのお宝シーンがあったのです。今回は期待していいのですな。何を期待しているのやら。どうもあらすじっす。下町の工場で働く福神くんの楽しみは夜空の星を眺めること。今夜もベランダの天体望遠鏡を覗き込んで星の世界に浸っていた。そう、彼が心安らかに星の世界へ飛び込めるのは夜遅くなってからでありますが、夜を徹して星を見るあまり、このありさま。社長にも怒られて、川辺に寝転がってしょんぼりしている福神くん。そこに不思議な少年が話しかけてきた。なんか悩んでるね、おじさん。近頃じゃネオンとかいろんな明るいものが多いだろう。夜遅くならないと星を見ることができないんだよ。だからお兄さん、会社じゃ眠くてヘマばかり。見ず知らずの少年に愚痴をこぼしてしまう福神くん。草木も眠る牛蜜時。それでも福神くんは止められず、懲りずに夜更かしして星を見続ける福神くん。ところが望遠鏡に映るのは大星団ではなくて円盤群だった。星じゃない、大変だ、円盤だ、宇宙人だ。ウルトラ警備隊に通報する福神くん。しかし地球防衛軍の観測班天文台は何の異変も認めなかった。福神くんはカメラで写真を撮ったが、やはり何の異変もない。しかしダンとソガはつぶやいた。星が多いな。果たして福神くんの見た円盤はただの幻だったのだろうか。そんな時、福神くんに近づいてきた不思議な少年は本当の姿を現した。その204、実相寺また怒られる。狙われた町のちゃぶ台シーンで番組プロデューサーの怒りを買って京都に左遷されてしまった実相寺。しかし実相寺は懲りていませんでした。ウルトラシリーズは輸出を考えているから和室を出しちゃいけなかった。それなのにメトロン星人をちゃぶ台を囲んで座らせたり、ペロリンガ星人をその辺の商店に登場させたりして怒られました。円盤が来たでは和室どころではありませんな。第四惑星の悪夢と打って変わって、ノスタルジーあふれる昭和の下町の風景が映りますな。蕎麦屋にうどん、ラーメン、宇宙人が黒電話を出してくる始末。この円盤が来たの物語はいつものようなウルトラ警備隊を中心にストーリーが進まない。福神くんという一庶民の目線で物語が展開していきます。なぜなら実相寺明夫が直接ペンを取り脚本を書いた実験的な物語構成なのです。今回のウルトラ警備隊の様子もどこかまの抜けた印象がありますな。夜勤で寝ぼけた蘇我に古橋はパジャマ姿で平然と作戦室にやってきていましたな。いいこと、星が一瞬の露光で映るわけがないとしたらこれは何だと思う？これは星じゃないのよ、星に見せかけた円盤群なのよ。やっぱり異常発光物体だからアマチュアのカメラにも映ったってわけ。さてアンヌはペロリンガ星人のトリックを見破ってさえを見せているわけですが、実はパジャマ姿の古橋とネグリジェ姿で現れるはずでした。そんなお宝映像を逃したなんて。ネグリジェ姿のアンヌの写真は残っているわけですが、実相寺監督の得意とする隠れた大人のエロス的な演出が寸前で待ったをかけられたのではと想像してしまいます。誰だ止めたやつは。親父さんが珍しく怒ってますね。結果として今回のウルトラ警備隊は目立ったシーンはなく、事件とは縁遠い存在となっています。物語は素朴でどこか冴えない。星を見ることを唯一の楽しみに生きる青年福神くんの目を通して書かれています。自転車に乗って工場に向かうラストの正気のない表情が何とも言えませんな。福神くんの人生にとって事件は一瞬の出来事であることを感じさせる深い演出ですな。その205、ペロリンガ星人は令和にも来ていた。福神くんに近づいてきた不思議な少年、結局はペロリンガ星人が化けた姿だったわけですが、宇
宙人らしい無機質な演技でメイコ役な感じがしますな。演じていた子役の高野博之さんは当時は7歳でした。高野博之さんとウルトラマンシリーズは縁が深く、帰ってきたウルトラマンでは二郎少年の友人役としてたびたび登場しています。怪獣少年の復讐ではメインゲストとして登場していますな。髪が伸びてすっかりお兄さんになっていますが、確かに面影がありますな。そして平成のウルトラマンティガはティガのライバルであるキリエルビトの役として登場します。キリエルビトってあの少年が大人になって演じたのですな。驚きですわ。高野博之さんは時をかける少女などの学園 SF ドラマブームの先駆けとなった謎の転校生で、主人公を演じたことでも知られ、子役だけでなく俳優としても成功されています。しかも令和のウルトラマン大河にも出演してます。円盤が来ないという円盤が来たのオマージュ作品では福神君を演じた霊仙君広さんが出演予定だったのですが、撮影前に霊仙さんが急逝してしまい、追悼として高野博之さんがメインゲストとして出演しています。実相寺昭雄作品はウルトラマンマックスの狙われない街に続き、ウルトラマン大河でもオマージュされていたのですな。それにしても高野博之さんは昭和、平成、令和の3つもウルトラマンシリーズに出演を果たした貴重なゲスト俳優となったのですな。そんな高野博之さん演じる不思議な少年に声をかけられた川の近くの土手は、昭和ウルトラシリーズではおなじみのロケスポットなのでした。その206、ウルトラシリーズナンバーワンのロケスポット。親父さん、タマちゃんという怪獣を知っていますか？そんな名前の怪獣いましたかな？これですよ。玉川に現れたアゴヒゲアザラシのタマちゃんですよ。怪獣じゃなくて海の獣の方ですか？レイティさんの冗談って霊下140度を超えますな。おっさんなんか言ったか。東京都近郊にお住まいの方にはおなじみの玉川なんですが、ウルトラシリーズのロケではよく使われています。特に東京玉川の河川敷にある五本松はウルトラの出演者にとって思い出深い場所となっています。現在の玉川五本松公園ですな。セブンの他にも帰ってきたウルトラマン、エース、タロウ、レオ、エイティといったウルトラで川のシーンがあればほぼここ五本松で撮っていると言っても過言ではありません。諸星団をウルトラマンレオで大鳥源と夕焼けの前で熱く語り合うシーンを撮影しています。玉川五本松に落ちる夕日、ウルトラでは川と夕日のシーンではこの五本松周辺が結構使われているみたいですな。ところで画面に映る玉川の土手や河川敷の風景は今は変わってしまったと言われます。1974年9月、台風16号接近によって玉川が増水、260キロの堤防が決壊して住宅19戸が流される玉川水害が発生。その後水害対策工事のために五本松の木に触れることすらできなくなっているとか。とはいえ東京都内にお住まいの方にはおすすめのロケスポットですな。この五本松周辺ロケスポットとして探してみると面白いのはこのシーン。お兄さんは星を見るの？うん、毎夜ね。どうして？宇宙にね、お兄さんの名前のついた星を持ちたいのさ、福神彗星。うん、出会ったばかりの少年につい夢を語る福神くん。それに星は汚れてなくて綺麗だろ。地球なんか人間もうじゃうじゃいるし、うるさくて。君も一度星を見てごらん。素晴らしいぞ。まあ今夜いいことがあるよ、きっと。福神くんが自転車を押している歩いている後ろに見える塔のようなものは完成したばかりの玉川住宅の給水塔です。完成時は異例の規模であったことから上皇様が皇太子時代に訪れたほどだったそうです。給水塔マニアの間では聖地とも言われています。難しいことは分かりませんが、塔の高さを利用して汲み上げた水を団地に流しているのですな。実相寺昭雄のロケは玉川流域から神奈川県川崎市あたりにかけてとコアなセブンファンの間では語られており、実相寺のペンネームである川崎隆の川崎は川崎市から来ているとか。川崎って昔から工場地帯で
円盤が北の町工場とか狙われた町の北側町の風景なんかは川崎で撮られたと言われていますな。というコアな話題で今回の動画は終わりですかな。さていよいよ最終回まで残すところあと4話ですな。次回は団体セブンの決闘、カプセル怪獣が異例の2体連続で登場予定だった話や、人間の姿をしていたサロメ星人の真の姿を紹介。お楽しみに。このウラトラセブンはブログにてテキストを公開しております。動画の概要欄にリンクがございますので、ぜひそちらも覗いてみてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなね。